ずるいよ、いきなりサビからじゃわからないよ。今夜もあなたとミッドナイトマージンコール、マネーネバースリープスの時間です。さあ今夜ご紹介するのはこの方です。若い頃から豊富な知識を身につけ、設立した会社ではアクティビストとしても成功を収めている男、ダニエル・ローブです。さあアメリカで生まれたローブは、なんとコロンビア大学ではあのバラク・オバマ元大統領と同級生でありました。そんなローブ、高校時代から株式投資は始めまして、大学では12万ドルを儲けるんですが、ピュータン・ベネットという医療呼吸器メーカーへの投資で、これ一瞬にして全部失ってしまうんです。でこの失敗でローブはポジションを集中しすぎてはいけない、これを学ぶんですね。そして大学卒業後は大手金融業界を転々としまして、様々な取引のアナリストとして経験を積んでいきます。主にリスクアービトラージ、上場企業間の M&A に伴う最低取引だったり、ディストレスト債、経営破綻先や不良債権先などが発行する債権を担当したり、またはハイイールド債、利回りが高く信用格付けが低い債権、これなどを担当していました。で、このように若い頃から豊富な知識を身につけ、やっと34歳で自らヘッジファンド会社サードポイントを立ち上げていきます。そんな会社のスタイルは今言った通り、3つの投資スタイルだったんですが、その中で気をつけていたこと、これがポジションを集中しすぎないようにレバレッジをできる限り低く抑えることだったんです。このような投資スタイルで会社は徐々に利益を上げていったんですが、サードポイント、なんとアクティビスト物言う株主としても有名だったんです。サードポイントはアクティビストとして企業の経営失敗による業績悪化を詳細に分析して、具体的な改善案を提示していました。例えば2020年大株主になったアメリカ半導体大手インテルに対し、戦略の見直しや経営に対して厳しい批判をしたりしていたんです。このように強気のアクティビストである一方で、ローブここすごいです。常に株主の立場に寄り添って投資対象企業に主張してくれる、まさに株主の代弁者であったんです。よって株主からも支持を得ていました。日本ではソニーやセブン&アイホールディングスのアクティビストとしても有名だそうです。そんなサードポイント、現在およそ160億ドル運用しています。ということで今回はダニエル・ローブをご紹介しました。